原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場を政府が候補地を選ぶ方式に転換することになりました、うん、ね、この原発問題っていうのはいろんなニュースが、うん、いろんな、方面からあるわけですけれども、うんうんうん、こういうニュースがありました、うん、はい、今日はこれをちょっともうちょっと噛み砕いてお勉強どういうことなのかっていうのをね、はいはい、あの私もちょっとこうお勉強してみました、うんうん、はい、まずねこのその高レベル放射性廃棄物っていうものが、うん、何なのかというようなとこですよね。それからその最終処分場って何なの。もともと日本政府、日本はですね、うん、この今原発政策やっておりますけれども、はい、ここから出るすべての使用済み核燃料、うん、これはですね、どうするかっていうと、うん、再処理して、もう一回燃料として使うという、これは核燃料サイクル政策というのを取ってます。うん、まあ、リサイクルしていこうみたいなことですよね、うん。国内の原発で使い終えた核燃料っていうのは、全部、プルトニウムを取り出すという再処理をして、うん、で、その再処理でもって再び燃料として使うと。どんどんこうやってこうサイクルしていくと、うん、いうことになっております、うん。はい。なっておりますということですが、なっておりません。なっておらへんの。そういうふうにするというふうに決めたんですけれども、実質うまく回っておりません。なんでかっていうと、うん、まずですね、その核燃料を再処理する工場っていうのが、うん、本当は青森県六ヶ所村に1997年に完成する予定だったんですけど、うんうんうん、トラブル続きで完成してません。あれ再処理工場ができてません。うん、はい。で、この再処理するときに、実は核のゴミというゴミが出るんですけれども、これをこう、さっき言ってた、あの、高レベル放射性廃棄物のことですが、うんうん、で、再処理するときにこの核のゴミっていうのが出るんですけど、じゃあこれどうするかっていうと、うんうん、これは、固めて、地底深くに埋めるっていうふうに、その計画の中では言ってます。だけど、これも埋めてません。あら。なんでかっていうと、埋める場所が決まってません。あれは。はい。それから、その、埋めて本当に大丈夫なのっていうところの技術面ですよね。その技術面に関しても、完璧ですではないです。っていうの、っていうところか、あの、これから、その、大丈夫かどうかの、検証、うん、研究をやります、と言ってます。そんな状況で、あの、原発はスタートしたわけですね。うん、で先のことが分からへん？なんも？やりますって言って、はい、で、あの、一応、その研究、その、埋めて大丈夫かみたいな分析は、うん、2014年の夏にスタート。うん、で来年？原発ができてからだいぶ経っとるよ。はい。はい。ということで、うん、この、うん、研究はですね、うん、北海道幌延町で、まあ、あの、ずっとこう、今までもその準備に向けて工事が、準備をやってて、まあ、まあ、工事が、2014年夏にスタートするという段階なんだそうです。で、この、間違いないように言っとくの、この幌延町で進めているのは、うん、あくまでもその技術が大丈夫かどうかの研修のための、うん、検証のための、うん、場所なので、うん、ここが処分場っていうわけではないんですね。うん、実験場です。うんうん、はい。だから、核のゴミを固めて埋める処分場っていうのは、うん、先ほども言ったように、うん、まだ決まってません。あれ？技術がこれで、2014年から始まって大丈夫ですってことになっても、じゃあどこにっていう問題は解決されません。あら。はい。なんか寒々しくなってきます。こういった状況に、うん、実はこの間、まあ最近、原発発言が多いあの小泉元首相ね、うんうんうん、この日本での核のゴミの最終処分場決まってませんよね。うん、で、この目処をつけられるっていうふうに、まあでも決まってないけど大丈夫ですっていうふうに言うのは楽観的だし無責任だっていうふうに小泉さんはおっしゃったわけです。うんうんうん、はい。無理やでって、まあ、実質言ってるということですね、小泉さんは。はい。で、この小泉発言によって世間が一気にその核のゴミ問題改めて、お、そういえばそんな状況なんだって今、坪井さんが思ったように注目しているという、今その段階での、先ほど言いました、この核のゴミの最終処分場を政府が候補地を選ぶ方式に転換することになりましたという、今のニュースがあったわけです。
同じ、これ偶然なんでしょうかね。ちょっと小泉発言に慌ててそういうふうにしたのかなっていう感がしないでもないですけど、どうなんでしょうね。はい。先日、専門家で作る総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物作業部会、ちょっと長いんですけど、ここはですね、その核のゴミの最終処分場の候補地について、中間報告案をまとめました。国が責任を持って示してくださいねということですけどね。はい。で、それを受けて経済産業省が28日、年内をめどに取りまとめるエネルギー基本計画に、先ほど言った、政府が、ご示しますということですかね、候補地を選びますという方式ということを、言い出しました。今まではどうだったのかと言いますとですね、地方自治体から自発的応募を待つという手上げ方式、立候補式ですね、2002年から採用してました。いいよっていうところは手挙げてくださいって言ってたんです。だけどどこも手を挙げなかった。もうちょっと正確に言うと、2007年には高知県東洋町が応じたんですけれども、住民の反対で撤回という経緯もあります。基本的にどこも手を挙げてません。はい。だから立候補してねって言っても、シーンってなっちゃってた。はい、だからなのかどうか分かりませんけど、今度はじゃあ政府がご指名しますっていうふうに言ったということなんですね。はい。で、どこを示すのかということなんですけど、これはですね、いろんな場所、科学的な分析に基づいて、それにふさわしい、断層や地下水の影響で放射性物質が漏洩する懸念が少ない複数の地域っていうのを科学的に分析して選んで、ここどうですかって言うと言ってるんですね。で、住民に対してはちゃんと国が説明して、住民の意見も反映してやりますよと言っております。でも、専門家は地震国の日本で、そうやって説明されてもなかなか難しいんじゃないのかなというふうに言ってる専門家も多いみたいなんですけど、ね、必ず政府に味方する専門家おりますって、どんな問題でも必ずおります、ただね、立候補してねって言った時にどこも結局手を挙げなかったわけでしょ、どこもですよ、どこを指定しても嫌だって言ってるところを指名することになるわけですよ、どこを指名してもね、住民は嫌だってみんな言ってるわけですよ、だから今さら、そこがふさわしい場所だからって言われても、納得はなかなかできないっていうふうなことかなって気がするんですけど、今まででも大きなプロジェクトってみんな嫌だいいところを無理やりちゃんと成功させてきましたから、日本の政府は。ねえ、はい、秘密保護法もそういろんなお土産がついてますから必ず、ね、なんか全部いろんなことが政府は今回の政府ってなんかこう強引に決めていくみたいな、ね、今回のって限ったことじゃない、原発問題ずっと続いてますから、あれなんですけど、ということなんだそうです。基地問題とかね、こういうのはね、みんな嫌だなと思うと思いますよ、ちなみにそのね、結局その核のゴミね、最終処分場とか、そういうのをどこに持っていくかっていう問題ですけど、この核のゴミに関しては、現在福島第一原発核燃料の運び出しが行われてますよね。これはそのままにしておくと大変危険だからってことなんですけれども、その取り出された核燃料っていうのは共用プールの中で冷却されて、保管されるということなんですが、実はこの共用プール、冷却するプールもほぼ満杯状態ということなので、もともとそこにあった使用済み核燃料をちょっと別の場所に移してっていうことをやってるわけですね。でもその別の場所に移してって言ったその先もまだ、じゃあその後どうするのっていうのも決まってないということなんです。そういった使用済み核燃料、今日本にあるのは、結局再処理するよって言いながら処分場もないしっていうところで、とりあえず貯めとこう言って貯めてあるのが 1.7 万トン、はい、プールで冷やして保管されたまんま、でもそれもそのプールもあと数年でいっぱいになる原発が大変多くなっております、はい、で今全国の5つの電力会社では原子力規制委員会に合計7つの原発14基の再稼働を申請して、一部は年明けにも審査が終わるということで、また稼働する方向へいう話なんですけれども、そうするとまたどんどん増えてきますわね。でもそれどうするのって言うと、どうしようっていう感じなのかな。いわゆるよく言われてるトイレなきマンションという
そういう表現ですね。車でも買った人はさ、うん、もういらんくなったらその辺に捨てるわけにいかんから、うん、例えば解体屋さんに持ってったりとか、はい、これいわゆるそのオーナーの責任ですよね、うん、この一旦テレビでも最近そうやないですか、ボーンと粗大ごみの日でもテレビとかパソコンとか別のちゃんと料金で処分お願いしますよってなってますでしょ、うん、だからこれ、ね、原発の作るときに、うん、稼働するときにこれどうしますかというふうに会社の責任はならへんのでしょうかね、ゴミは。でどうしますか、うん、自分で出したゴミは自分で処理するいうシステムじゃないんですか。でどうしますか、どこに持っていくんですかって聞いたときに、うん、今政府が言ってるのは、うん、じゃあそこの場所をうちが決めます、うん、って言ってるということか。ゴミは政府が処理してくれるわけだから電力会社は安心してどんどん発電してくださいという約束のもとに今あるわけですかね。うんうん、僕は自分で買ったものを自分でちゃんと処理して、はい、まあ、業者なりなんなりというシステムがあるからそこまでちゃんと持ってかな、はい、普通のところに放棄したりなんかしたらえらい怒られますやん。山の中に捨てたら大きな冷蔵庫とかなんかあれって、うん、あれそのままボーンと捨てたらあんなとこに捨てたらいかんですもんね、うん、きちんと処理せないかん。これは買った人の役名ですけども、うん、原発業者は原発業者というか電力会社は、うん、そのあれは責任はないようなシステムみたいですね。うん、どうなんですかね、それ。どうなんですね。はい、まあまあ、国が、国がやってくれる。もう困っちゃってるから、もう国が、うん、決めちゃうっていう、決めちゃうって言われても、決まるのかな。うん、でも、そのあたりを、先ほどの話に戻りますけども、うん、小泉さんは、はい、いろんな外国も見てきたけれども、これ、あかんのとちゃうんかと。ね、だからそのタイミング、うん、あかんのとちゃうかっていうと、じゃあもう、勝手に決めちゃうよっていうことなのかな。場所はもう、うちが指定する。もう、あんたたちが立候補って言っても、手挙げへんのやったら、うちがもう決めるわって言ってるってこと？だから、小泉さんの言うことは、うん、だから原発というシステムそのものが、やっぱりいかんのと違うんですかと、まあ、小泉さんは言ってるわけですよ。でもまあ、うん、国が決めちゃって、そこにバーンって立てちゃえば、回っていくじゃんっていうことですか？回してもらおうやないですか。ねえ。いや回らへんですよ。というのは、原発作るときは、それなりに、こんな安全です、あんなんですという、そういう、安全神話みたいなのを作ってきたじゃないですか。うん、これ嘘やったんですけども。うん。うん、だけど、今回は、これ、容器が、の耐用年数がこんだけで、それが壊れるのが何年で、地中深くには水脈もいろいろあるけれど、うん、こうでこうでって、絶対安全ですよという、その、また、原発処理のゴミ捨て場の安全神話って作られてないわけですよ。神話すら作られてないんです、はい、原発の場合は神話が作られたからここまで来ましたけども、今神話がない状況ですから神話作りもしなかった、うん、うん。だから余計小泉さんはそんならもう今後あかんのと違いますかと、まあ、言い出したんでしょうね、はい、まあ、でも国としてはそのできるのかできないのかっていう、もうできるという前提で、うん、もうここに国が主導でやっていきますよっていう方向に、まあ、進み出しちゃってるんですけどね、うん、壁はやがて来ますよ、うん、ね、はい、ということは我々のこの電気使う生活自体の見直し、うん、もちろん見直さなくても代替エネルギーっていうのをもっと研究してくださいよと、はい、だったらこれも維持しながらやれますよという意見もあるし、いやいやそれが当てにならんから原発に行ってるんですよとか、はい、ね、もっとこれ議論尽くさないかんし、国民のコンセンサスみたいなね、それこそ役に立たんかも分かりませんが公聴会みたいなところで広く意見で国民どう思ってんのやというところもね、はい、含めながらいっぺんちょっとやらんと分かんないでしょこれ。うん、先が全然見えない話で今聞きましても、でも、はい、でも大丈夫って言ってるんでしょ。全然大丈夫、大丈夫な神話作りもできてないですよね。はい。